次終点ですかね。さあカードはヨッシーソニック、ヨッシーソニックですね。さあ相手に1枚でジャクジャク6枚1枚叩き込んでリーガル D 火力5 お化けだ 61% やはりこの男他のヨッシーとは一線を犯している。さあどう攻めていく、スピンからの空中しろ、ここで掴んで前投げ。ヨッシーにはソニックなんですね。そうですね、なんか別にクラウドでも良さそうな感じはしなくもないんだけど、何か理由があるのかな。そうなんですよね。じゃあクラッシュだ今日うまいガードシュー、うまい反転ジャックからしろ。さあ卵を当たって掴んでいく後ろ投げから回避さんも当然のように買っていくあたりは 2GC ですね。ジャックをしっかりガードして後ろ投げ、基本スキルの高さが出てますね。スピン溜めて回避を見るが、しかし卵で上に逃げていく。さあ掴んでいる、ジャックからあとほどまい読み合い、おっとこれはちょっと危なかったが後ろで撃墜、撃墜掴みに行くか掴めず、スピンから空中しろ、回避に刺さる、空中にからガードして後ろからスピンをするが、ここはしっかりガード出してから空中へ、空中下で、さあこれはしかし上に行く、空中前空前スピンから空中前つないで 106% 空前さらに空中前、ほら、うーんと掴み、これは掴むことができず、そこはスピンを止めていく、スピンから空中ニュートラル、スピン空中しろ、激墜、まあ、おそらく空中上が来ると思って横に倒してます、ね、そうだよね。おっと危ない、おっと急進しよう、冷静に帰ってくる、おっと狙っていくわ、狙っていく、フジュシャックガードして、これはフジュタル空中前から空中へ、さあ吉ドラピースが止まらないぞ、ラダイタイティ早い、マイキー早くもスマホと2回戦にして空中タル始まっていますが、さあ空中しろ、これジャックからのスマッシュ、さあ1本目取ったのはヨシドラ、一旦流れを取った後の強気の読み合いが光ってますね。吉田さん、さあ青クラウドに変更、ステージは戦場、あ普通に最初からクラウドで行くのかなって思ってたんですけどね。さあまずはゲージを貯めていく、確かしジャンプしたところに、おお今競技疲れましたね今空中へ、ここはしっかりガード、横強入って空中へから、空中へ2回目は連なるず、じゃから上京、空中へ、空中ニュートラル、何か打ちしましたね。さあさあ危ない、さあ危ない、空中下抜けて上京から空中へ、空中ニュートラルで飛ばして空中しろ、さあジャンプがない、あーっとここは今当たればかなりでかかったんですね。おっとスマッシュ、この下スマッシュの選択が非常にうまい、空中ニュートラル、空中ニュートラル、さあこれはジャンプがない、先ほどの回収言わんばかりにしっかりガキが勝っていくでしょう。リミットが溜まるが空中しろ、上京、あっとこれは星が当たる、下京からこれは抜けてきたところに空中しろ、決め手を狙う、おっと
帰ってこれる。リラックは回避に空中へ。さあ、おお、惜しい。さあゲージ溜めて溜めて下強。うまい。ここからの上だったの確認して空中へ当てていく。回避に空中ニュータル出しては入らず、ゲームをしっかり取っている。空中ニュータルから外に出して空中ニュータル、さあ踏ん張っていく。空中前叩き込んで上京。さあ 100% 対 0%、 吉田よしかなり厳しいが、前内から空中前。さあここでゲージが溜まる。空中ニュータル、おっと回避見た、攻撃を狙う。回避見たがヨッシーの前キャラ中最初の空中横移動で疲れましたね。じゃあから横強、うまい。空中ニュートラル、ジャンプがない。さあこもりきりクラウド乗り返していく。先ほどの流れと全く逆な感じで取り返していったこもりきりクラウド。さあ勝負は3戦目、やっぱりこう見たらクラウドで良かったんじゃないかと。確かに確かに、まあ、何かあるんでしょうか。考えた結果キャラはクラウドのままのようですね。さあ3本目ステージ終点。2人とも見づらいなこのステージ。さあ着々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 ディエス流れず弾が当たって救助した。あ、そうですね、 メテオを食らってしまうとクラウドかなり厳しい。確かになかなか戻ってくるのが難しいキャラですが、そこさえなんとかなれば立ち回りではクラウド有利でしょう、うん、事故る可能性があったのはクラウドということなんです。打ちした打ちに取るからダッシュへ、まあ、多分そこのワンチャンを嫌っての確かに最初はソニックだったのかなって思った。おっとニエドルミーで回避がかっていってダメージ選択か。打ちに取る阻止が光りますね。今まで3ストックとかも全部阻止で奪ってますねクラウドやってから。こうやってジャンプがなくなったらきついけど、そうですね、攻撃は有効ですね。あれで回避を誘うこともできますし、確かに先ほどから空中へ入らず空中下入って86%、82%。さあ空中に誰メテオを狙う。確かに冷静にはゲージを使っていく。ここでどこまで拒否できるかですね。そうですね、クラウドはおっと振り切っていった。さあと弱に弱で凄まじい反応速度。後ろ上げ、さあ掴んでいく。リタックかダッシュで通らず掴んで前投げ。おっと玉尾からさあ 0% で 44%、 これはまだ全然わかりませんね。まずはリミットを貯めていく立ち回り。空中ニュータル、ジャンプにしっかり合わせて。さあちょっと空中後ろ当たったら危なかった。ちょっと食い破れてた。ジャンプがなかったので、さあ一気に追いついていくぞ。ヨッシーのショートジャンプ食う前に当てた後の展開が怪しすぎる。ガードさせてもそうですね、反撃もないですからね。さあ起き上がる攻撃リエ、さあ 89% 対 54%、 お互いに間合い管理が光る。藤代さあもうここでゲージが怖いが、ジャンプがないぞ。急進しろ L、 ホットリミット使ってしまった。ウエスマッシュ空中下から空中は通らず、さあ掴んでさあヨッシー130ですが、クラウドも80%怪しいですよ。さあ空上空下で、さあここでこの着地を通していきたい。やはりヨッシーの空中横移動強いですね。さあ空前、怖い怖い怖い。さあもう分からないぞ。空中ニュータル、さあここでゲージを貯めて、おっさあ持続持続
着地上の展開クエー激戦小森キリがガッツポーズを見せた。よしとガッツポーズ、いい勝負でしたね。やはり明治愛でしたね。